から女子の48キロ級の決勝戦です。イギリスのブリッグス、左からフランスのノバク、両者の対決で48キロ級の金メダルが争われます。試合が始まりました。右がブリッグス、イギリス、左側がノバク、フランス。まあ、ヨーロッパでも柔道の老舗、フランスとイギリスの対決になりました。しかもこのブリッグスのノバクといえば、もう何回も顔を合わせています。特に最近のヨーロッパ選手権では3回連続して決勝戦で対戦して、いずれもノバクが勝っています。まあ、そういった意味で非常に興味のある対戦になりましたね。そうですね。しかし、世界選手権の決勝で顔があったのは初めてなんですね。はい、89年前回の世界選手権では確か準決勝でこのブリッグスが勝ってるんですね。はい、決勝戦では今回が初めての対戦。寝技に勝ち込もうというブリッグス。まあ、今やブリッグスはもう寝技のブリッグスと言ったらいいですね。そうですね。やはり年齢的に体力も少し落ちてきていると思うんですね。ですから立ち技の方は精彩を欠きます。ですから今日の準決勝、日本の田村亮子を破った試合は寝技で勝負をしてました。福岡では足技で苦い思いがありました。それだけに十分に研究した結果が寝技で勝負。寝技にはもうとにかく絶対の自信を持ってますね。はい、日本の江崎選手も寝技は得意ですけれども、その江崎選手にも劣らない寝技の実力を持ってますね。まあ、寝技のチャンスを伺うブリッグス、この体勢からまず締めですか。はい、ここからの三角締めからの抑え技が非常に得意なんですね。待て。山口さん、はい、先ほどヨーロッパ選手権決勝で3連勝ノバクをご紹介したんですが、はい、初めに勝った時が効果、はい、2回目に勝った時が有効、はい、そして今年勝った時が技ありなんですね。そうですね。だんだんとその差が開いていくんですね。はい、やはりノバク選手はまだ若い選手ですので、ノバク選手は伸び盛りですね。ところがブリックス選手の場合には徐々に徐々に力が落ちてきてるかなという気がしますね。しかしやっぱり決勝まで上がってきますからね、ブリックス選手大したもんだと思いますね。ここで優勝しますと5回目の世界チャンピオンということになりますね。ブリングスが29歳、ノバク24歳。さあ、逆に寝技で詰めようというノバクですが、あまり負担を言わせません。やはりノバクの方は先技で勝負でしょうね。はい、技としては袖釣り込み腰などもあります。はい、あるいは払い腰と、はい、先ほどもちょっと見せましたね。そしてこの2人ですね、かなり身長差があるんですね。はい、ですからどうしても組み手でノバク選手から上から押さえつける形になるんです。ですからどうしても印象的にブリックス選手の方が不利なんですね。もう試合時間が残り1分を過ぎました。やはり前に出てるのはかけてはいないんですけどノバク選手なんですよね。残り時間38秒、これは難しいですね。秒でこれからの展開ですね。ノバク選手もやはり勝つためにはもっと技をかけなくちゃいけないですね。本領に行きました。ブリングス、モテナリ、モテナリ岩手対応かわしました。はい、ノバク待てですね。待て、はい、24秒が残っています。今日は巴投げは見せていないブリッグス。はい、まあ、いつもですと巴投げから寝技に誘っていきますが、今日はそれを見せません。体落としに行きましたブリッグス。残り11秒、ポイントなし。さあどうなるか。
ので、私としてはブリックス選手の方が少し勝ってきましたね。中盤に入ってね。はい、ノバク選手前には出てるんですけども、技が出ませんね。試合時間が あっという間に4分が経過しました、はい。これは難しい判定ですよ。どうなるんでしょうか。赤はブリックス、白はノバク。主審も同時に手を挙げます。ですね。赤か白か、ブリックスか伸ばすか、5回目のパッチョになるかどうか。判定は白、白3本揃いました。白3本揃いました。ブリックスチャンピオンを失いました。伸ばす初優勝です。ノバク、白3本揃いました。そうですね、はい、技的には私はブリックス選手の方が攻めてたと思うんです、しかしやはり印象点ですね、はい。ブリックス選手チャンピオンの座から降りましたね。そうですね。1982年に初めて女子のチャンピオンになって、84年、86年そしてエッセンでは怪我のためチャンピオンの座を失いましたが、89年のユーゴの大会でまたチャンピオンに戻りました。しかしこの大会でまたチャンピオンを失いまして、結局初優勝のノバクの新チャンピオンの誕生ということになりました。